ジリアン・バンクスは、バンクスの名で知られる、米国のシンガーソングライター。米国のカリフォルニア州ロサンゼルスで誕生する。15歳の時に歌を書き始める。複数の鍵盤楽器を独学で習得した。ローリン・ヒル、フィオナ・アップル等をよく聞いた。バンクスは、サウンドクラウドのようなサイトを通じて、音楽を一般に発表。ビルボード氏は、ファイストやエリカバドゥに近いと表す。 バンクスは、レコードレーベルグッドイヤーズと契約を果たす。最初の公式のシングルである、Before I Ever Met You を2013年2月にリリースした。BBC ラジオ1の DJ 全 e がこのシングルをプレイした。レコードレーベルアインサウンドレコー c o r d s Good で、フォールオーバーや Before I Ever Met You といったシングルが含まれた最初の EP である。 ホールオーバーを発表した。2013年にレコードレーベルハーベストレコーズ、グッドイヤーズからセカンド EP であるロンドンをリリースした。ロンドンはメタクレティックで78スコアを獲得した。EP、ロンドンからの楽曲、ウェーティングゲームはビクトリアズ・シークレットのコマーシャルで使用される。2013年後半、英国 BBC が主催する毎年恒例の 期待される新人アーティストを選ぶサウンドオブ2014で第3位になった。iTunes のニューアーティスト42014、Shazam の2014アーティスト2ウォッチ、スピンのアルバム夕方ヒアイン2014、スポティファイのアーティストアンダーザスポティファイスポットライト l i g h t 42014といったリストにそれぞれ載った。2013年8月の防具のアーティストオブザウィーク、 ボストングローブ、ハフィントンポストなどでそれぞれ紹介された。また、MTV のブランニューノミネーにノミネートされた。2014年3月から英国を起点とするツアーを発表した。プロモーションシングル客演参加その他チャートイン楽曲。ありがとうございます。